こんにちは、 SD ウィンズのマサです。今回ご紹介する楽器はこちらになります。じゃあハゲハゲですね。ハゲハゲなんですが、このエンブレムでおっと思った方も多いのではないでしょうか。はい、こちら柳沢880エリーモナという楽器ですね。ジャズの世界では結構有名な楽器でして、結構使用者が多い楽器じゃないでしょうかね。比較的ジャパニーズヴィンテージって成功したものってほとんどないと思うんですけど、成功したモデルのうちの一つだと思います。一番成功したのがヤマハの62というモデルですね。962プリントロゴのもので、ソプラノアルトともに大成功してます。今でもですね、あのソプラノの62の初期の R タイプのネックのね、あのカーブしているもの、これはね、あのブランフォードマルサリスとかウェインショーターとか、まあそのあたりが使用したことでかなり値が張っています。今でもどん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 上がってますね。マーク6以上だとも言われています。アルトサックスの62もかなり使用者が多くてですね、例えばデイブコズはシルバーのもの、パトリックバートリージュニアは普通のラッカーのものを、ジェイガードの時期のものなんですが使用しています。このエリモナもジャパニーズヴィンテージの中では成功したもう一つの例かなと思いますね。例えばジェイ・トーマスというマルチプレイヤーの方がいます。トランペットでかなり有名なんですが、ソプラノサックスを吹くときはあのこちらのエリモナのソプラノをね、ブレイクのマウスピースを以前はつけて吹いていました。びっくりするぐらいいい音でした。値段もですね、市場で23万円とかから30万手前ぐらいなんですかね。コスパがかなりいい機種だなと思います。エリモナ以前の柳沢っていうのはアメリカンサックスのコピーだったわけですね。例えばマーティンですとかコーンとかビュッシャーとか、ああいうものをコピーしていました。キングとかね、アッパースタイルのこのネックなんかはシルバーソニックだったりで見ることができますね。キングのね、かなり研究されてエリモナ以前までは作っていたわけですが、ここから柳沢のねオリジナルっぽさっていうのが打ち出されてきて、今の柳沢につながっていくわけですね。そして、エリモナっていうのは何なのかと言いますと、エリート選ばれしモナーク王ということで、かなり自信があって付けられた名前のようですね。略して、造語としてエリモナと付けたというふうに言われています。こちらのエリモナ880と800というのがあって、800は廉価版、そして880というのは、まあ、上位機種ということで売られています。購入する際はそのあたり気をつけてみていただければなと思います。吹いた感じかなりヘビータイプな鳴り方というかね、パワーを見せたいというか、ブリブリブリっとこう豪快に吹きたいなんていう方はエリモナはハマるんじゃないかなと吹いてて思いました。音の重心もちょっとこう下の方というかにある気がしますね。あの上の方にコーンって抜けていくというよりは、こうゴーッと下の方で鳴ってくれるという感じがします。豪快でずぶといものが好きな方はこういったエリモナいいのかもしれませんね。ヘビタイプで自由度が高いっていうと、やっぱりシリーズ1とかこのエリモナっていうのはなかなかいい選択肢だなと思います。まあということでね、あの今回はこちらのエリモナ880をご紹介いたしました。ということで、またね。Thank you.